町にあふれるやんちゃな噂を徹底調査。調査ファイルさん、飛ぶ男。今回は丸山さんと、はい、僕安田です、はい、聞くところによると、なんか飛ぶ男と。飛ぶ男、飛ぶ男、俺も飛べるで。飛んでみて。そういうの、そういうのやと思うねんけど、これよりもなんかまた飛び抜けてやんちゃで飛ぶ男なんやな。そうやな。果たして飛ぶ男とはどんな人物なのか。男がいるという部屋へ。ここじゃないですか。なんて書いてあるの。見たこともない異国の文字。え、入ってるか。入ってるか。果たして中にはどんな男がいるのか。すいません。顔虫やねんけど。おお。あら、おお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 、じゃあ何してんの。ピュッて言った。危ない。おかしいやん。だって確実に怒ってますよ。いいよ、入ったらあかんよ。もう入ろうと入ったらあかんかのか。バッと入ろう。もう一回ちゃんとバッと入ろう。失礼します。めっちゃ笑ってる。めっちゃ笑ってる。こんにちは。どうもこんにちは。謎だらけのこの男は一体。あ、クイズです。違う、実際の大丈夫。ふわゆ私はトニちゃんです。トニーちゃん。彼は究極のムエタイアクション超大作映画トムヤムクンを引っ提げ来日したタイ出身のアクションスタートニー・ジャーだった。それでか。出た。つながったね。これですよ。実際その出られてるね、アクションやられてるので CG とか使ったりもするわけじゃないですか。私の映画ではアクションで CG を使ったりすることはないんです。ほんまですか。トニーに言われるままに移動する2人、何をしようというのか。ノリノリやで。とりあえず見ておけ。次にやってもらうから彼の動きをよく見ておいてください。さあ、いやいやいや、あかんやん、あかんやん。誰ですか、誰ですか。痛いでしょ、痛いでしょ。じゃあ本気で蹴りすぎやって。危ない、本気で蹴りすぎやって。危ないよ。ちょ、ありがとうじゃないやん。いや痛いよ。ありがとうちゃうよ、俺絶対。それやばいね。あの笑顔のそこに隠されてるから。これはないよ。一応ジャパニーズアイドルよ。まずあの手を合わせてですね、精神統一のために。めっちゃきつく握ってるし。それ大丈夫や。オッケー。この男何を企んでいるのか。どうやった。いや、あげるビビってたよ。いつまで超えてんねん。今日超え出へんかったもん。ビビる丸山に今度は本気で襲いかかる。言葉でなあ。おお、すげえ。言葉でなあ。でめっちゃ汗かいた。なんと丸山の胸を壁代わりにバク転を決めたトニージャー。見てる方は痛そうやったよ。むっちゃ痛そう。痛くないのこれ。もう気づいたら終わってた。そっかいな。いやー、これはすごいですけど、そんな飛ぶ男っていうほどの本でもないですよ、これは。あ、そうすか。もっとこう、ね、高みを見せてほしいなと。本気になったトニー、今度は3人を飛び越えての膝板割りを見せてくれるという。飛び越すんですか。結構長いぞ。これ一番3番目と怖いで。知らない。やっぱそうや。カメラ持ったことが失敗やわ、これ絶対。 OK? じゃあこれちょっと。いや、そんなところで見れるのがめったにないで。せー。この後、飛ぶ男トニージャーが CG を超えた超人アクションを連発。すごい。マチジャニ、今回の調査は飛ぶ男。
板割れてるとかじゃなくて人飛んでるやん。ご覧の通り確かに飛んでます。どうなってたどうなってたんしたわ。またいでるみたいに見えんねん。下やったらめっちゃスローに見えるから、こういうキャーッバーってきてんねん。感動した。いやーこれは見事、すごいすごいです。先ほどの技は映画の中でもたびたび登場。もちろんそれらは全てトニー・ジャー生身のアクション。もっと見たいです。なんかないですか他には。もうないでしょう。これ以上のこう高いところをキックします。続いては2メートル50センチ上にあるミットを飛び蹴りで落とすという。これは無理でしょう。これは高すぎるわ。試してみていいですか。丸山が挑戦。もちろんこれは赤いやろ。トニージャーは本当にこの高さを飛べるのか。いやちゃうって、この高さ俺と今一緒やねんで。いやあの場所的にはこっち OK ですよ。 OK じゃあ、うおー、上から見るとご覧の通り、ありえないジャンプ力でミットを蹴り落とす。この男ただものではない。練習すれば絶対にできますよ。そんなトニー・ジャーがムエタイの精神を伝授。おいた、それではお好み焼きでやんちゃ度を判定。ちょっと失礼します。あ、そのちょっとSK。ということでお好み焼き5つ。スイカって最高。ありがとうございました。おお、だから勝手にしたらあかん。おお、人間離れした超人的アクションを次々と見せてくれたトニー・ジャー。飛ぶ男とはサービス精神旺盛なタイのアクションスターのことだった。